こんにちは、かくすけです。チャンツオブセナー続きプレイしていきます。今はまだね、兵士さんのステージでヒヤヒヤしながら進めているところです。ここ隠れてもな、こっち側あんまり見られてないかな。とりあえず、うん、ここは見られ…この人どうなってる？あ、剣を前に、手前にしてトンって立ててるんだな。みんな二人とも右側を見ているということだな。つまり箱を持っている人にさえ気をつければここはいける。この人に合わせていくのかな。それか、そんな気はするけど危険すぎるよね。ちょっとここ行ったらバレるのかな。ね、近ちょっと急ぎすぎたけど行けたね、さっきのとこは。うん、箱の人がいたもんだからバレたけど、いけたな。とりあえずここまで来て、うん。で、箱の人も行ったから、先に進んで、あ、見られてるよ、そこ。あ、よかった。あ、ここいるよ、ここいる。やばい。あ、ここだ、ここに隠れろ。今、スッと。オッケーオッケー。あ、大丈夫か今。はい、あっちの画面の人からバレないよね。ドラがある。ここはとりあえず安心かな。ああ、あ、ぐわ、目の前いるのか、そこ。ああ、じゃあ箱の人が通るタイミングでこっちに渡る感じだな。行こう。あそこなんかゴミあるから、ドラ鳴らせるやつだな、きっと。それ。ふう。一応箱の人が来たタイミングで投げて。よし。あー、バレたー。このタイミングって考えたのに、ちゃんと走れ。あ、走れ、逃げろ。うわあ、結構、あ、こっから刺してくれるんだ、よかった。難しいよ、箱の人とこっちのタイミング合わせるの。よっしゃ、どっちだけだったら大丈夫なんだよ。この人が気づいて動き始めるまでの時間が分かんないからさ、もうちょっと箱の人が来てからでよかったな。カンってやって、今だ、いけ、ゴー、よし、いいよ。ここ行けるんだな。ここはシンプルにもう一気に行けるような気もするけど、安全に行こう。マップ移動してしまえば見つかっても大丈夫でしょう、きっと。おーい、よーし、はあ、安心した。お、これ変装できるやつだ。なるほど。
ちょっと待ってこれ、え、こんなんでいいの？演奏てか、盾なんて持ってたっけ、あの人たち。あれ？ちょっと、これじゃない。あ、でも、階級があるのかな。あ、いやいやいや、え、こんなんバレるよ、こんなんバレる。やばい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 ダメです、これじゃダメです。長いやつに、長いやつにこれかなないや、兵士さん。あ、こっち行けるんだ。こっち見てみよう。あ、許された、やったー。あー、これで安心だ。こっちも OK ってこと？つまり、あ、大丈夫だ。そっち行こう。ちょっと歩き方、それで大丈夫？バレない？そんな走ってる人一人もいないよ。あ、ここは普通に行っちゃいけないところなんだな。じゃあ他に行けるとこないっけ。走ってる人一人もいないよ。走ってる人もいたりするのかな、やっぱり普段から。あ、すみませんね前通りますね。入りまーす。あー、よかった、安心できる。ふぅ、うんふんふん、どこ行けるかな。こっちは許されないかな。あ、許された。で、こっち行ったことはあるよね。こっちかな。あれ？そこ？そこは行くつもりなかったけど。あ、でもそっちとか行ったことないや、そういえば。初めてのところだ。これはレバーを押すと、うん、電力がないのかな。動力が必要。あー、持ち上がった。うんうんうん。これをした後にこれをすると、ん、おお、回る。これ何？ん？兵士と、なんか音楽家と、なんだ？なんだ？よくわかんない人になった。なるほど、これらを表しているんだな。もう、戻してみようか。音楽家はなんとなくわかるから、これか。ちょっと待ってね。これが音楽家。音楽家はわからないけど。ああ、これは？あ、兵士がこれを運ぶ。この三、逆三角はなんだろうね。うん。はい。はい、ああ、教えてくれた。兵士が押す音楽家箱を
支えるみたいな感じなのかな、意味は。押す。はーい。これメモ。さっぱりわからん。さっぱりわからんけど、これが音楽家さんで、これがちっこい人。で、これが兵士だったな。これ魔物違うや。え？兵舎押す。え、わからないよ、これ。説明。これ兵士。す。運ぶ。これなんか、押すっていうか、あがめてるよね。これすごい人なのかな？万歳してる感じのこの人。違う？これなんだろう？これすごい人。わからない。違うなぁ。わからないね。音楽家。これかっこいい人。もう一回。イラストだけじゃわかんないや。音楽家のやつは、これ人間じゃないな。これが、インプみたいなやつか。なるほど。悪魔みたいな存在で、押すっていうか、ドンってやったんだ。で、やっぱすごい人はこれ？あ、違う？これ人々のことを表しているわけではない。これはなんか確定な気がするね。これ兵士じゃ、同じのを置くわけじゃないもんね。兵士じゃ、これは場所の名前だと思う。これなんだろう。いいわかんないやー。はーい。わからず。わからずじまいです。難しいなぁ。これは、全体進め。のやつだな。こっちから来たんだよね、自分が。ここなんだ？キラキラ。なんだ、こっち向いてたんだ、この人たち。チェックポイントというか、ファストトラベルポイント？あ、違うや、これ入れるタイプのやつだ。前のところにもあったね、そういえば。仕方ない。こっち行こう。水のギミックもなんかありそうね。もう一回こっち行こっか。堂々と動けるようになる前に行けなかったところがあるかもしれないし。なるほど。一緒に入ることはできない？できないらしいな。入るっていうマークがないもんね。あ、じゃ。
こっから降りられるんだ、普通に。で、あー、ここ登れる。こっから先にも行ける。え、そこ入っちゃいけなかったの？知らなかったごめんなさいって。これはいいんだろうな、きっと。あれ、ダメだ。あ、これ、いける？よし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 。すっごい勝手なことしてる。でも、ここを上げたことで何かあるかな？意味があるかはわからないけど、こう上げた状態でこっちに行こうかな。よし。なんだここは。あ、ここか。あ、このところ。これ右側は行った。こっち側は何もない。ここも特に、あ、なんかできることあるな。これなんかいいですか？触って、ボトル。はい、ボトルゲット。何に使うんだろう。何に使うんだろう、これ。何かに使うらしい。けど、水を、継ぐのかな？ん？うわぁ、ちょっと怖いよね。大丈夫って分かってても。服に行けるところはなし。何もなし。あっちは普通に行っちゃダメなんだよね、きっと。ここ入ります。ここで、変えられることはない。ボトルをどうするない？あれ、ボトルをどうするんだい？あれ？おや？あ、すまないね。さっきも言ったなぁ。アイテム使えそうなところなかったよね、特に。ここで何かボトルで注げるわけでもなく。ここもなんもなく。こっちから来た。やっぱこれをなんとか解かないといけないのかな。これ何？縦？でも、これはもう当てずっぽうで。あれ？違うな。これが違うの、ひょっとして。これがすごい人なの。違う。これが音楽の人だったのかもしれない。あはは、そうだった。間違った。先民？選ばれし人か。悪魔、守る。え、わからないよ。あれ、選ばれし人だったの？あ、でもそれが分かったからって、何もないな。え、ボトル使えるところなんてあったけどか。
あ、ちょっと戻ってみよう。困ったよ。うんうん。こう行けるところはないし、戻って、あ、違った。え、戻って意味あるかな？壊れそうな音してたから、あんまりここ行き来したくないんだけど。あ、あれ？あ、もう、変装解いてる！そんな、こっち側でもまだ変装使えるよ。ぐえー、結局隠れないといけないのか、こっちまで来たら。はーい。なんかわかるかな？変わってる？うん。なんもないな。戻ってきちゃったよ、無駄に。こんにちは。結構言葉わかったよ。悪魔たちは通れない。あ、悪魔と思っているの？この人のことを。難しいぞ、これ。悪魔？ではない。通る。いや、でも。これなんだっけ？これ。複数形、たちか。複数形を表す言葉あったっけ？ではない。複数形なんてないぞ。え？ではない。あなた。あなたから行きたかったな。あなた、通る、ではない。難しいよ、これ翻訳するの。あなた、ノット、通る、許可する。扉。ダメだった。いや、難しいって。こっち戻って何もできることないよね。今まで戻って何かできたことほぼないもんね。あ、ちゃうん。ね、バレるでしょ。なんで変装解いちゃったの？どうしよっかな。こっち行こうとして前バレたんだよね。いやー、逃げろ。無理。はい。どうすりゃいいんだ。ボトル使えそうなところなんてなかった。いや、ボトル、あれ？前のステージでボトルで告げそうなとことかなかったよね。てか、ボトルない扱いになってるんですけど。ひょっとして、ステージから離れたら、そういうアイテム全部なくなっちゃうの？せっかく手に入れたのに、え、どうか戻ったら、ある状態になっていてくれ。演奏もしている状態になっていてくれ。ああ、よかった。戻ってきてる。よかった。一安心したところで今回はここで終わりにしましょう。ちょっとね、行き詰まってる感じしますけど、頑張りましょう。ご視聴いただきありがとうございました。